こんにちは。漢詩を読んでみませんか？浜中仁でーす。漢詩と言いながら、ですね、花、ですね、という、この2番ですけども、1番では、ですね、大正天皇の漢詩と花とは関連性があるではないかということを言いましたけども、ですね、2番ですね、もう、先に歌いましょうか。ね。2番です。水やあけぼの梅雨浴びて、我に物言う桜木を、さしまねく青柳を。失礼しました。ですね、水や見ないのですかですね、明けぼのですね、朝明け方ですね、梅雨をですね、浴びて、ですね、しっとりしたですね、状態で私に物を言おうとしている、何かこう語りかけてきようとしている桜の木をですね、というですね、まあこれまあ五七五調にしてますから、桜木、桜をやったら四になるからね、木を入れてるんですね。で、水や夕暮れ、手を伸べて、ですね、七五ですね、手をこう伸ばしてるのわーってね。で、我を差し招く、ですね、おいでおいでって言ってね、青柳やったら六になるからですね、リズム合わせて青柳と読ましてるんですね。ですね、ここで漢詩とどんな関連があるんやということですけども、ですね、大手前大学のですね、庭さんという方からですね、ご教授を受けたんですけども、明治にですね、いろいろこう近代史ですねが発表されるんですけども、その新しい様式ではですね、なかなかですね、型にはまった状態でしかですねできない、だから七五調と五七調まではね、そういうものしかこう作れなかったというのはあるんですけども、さらに題材としてどういうものを手本としたかというと漢詩だったんですね。で、ですね、これは何を、漢詩のどういうところをですね、参考にしたかというと、多分これはですね、これは陸遊という人のですね、南宋の詩人ですね、陸遊という人の三省の村に遊ぶというですね、題するですね、詩の3句目と4句目、七言律詩なんですけども、ですね、それが、ですね、
まあ、以前にですね、紹介しましたので、その動画見てもらったらいいと思うんですけども、ここの肉は、山重なり、水、これも重なり、ね、重なりで、あるいは、交わりで、ね、道なきかと、疑うに、いいですね。柳暗く花赤きところに、また一村、まあ、ありと。まあ、旅してたんでしょうね。で、山が重なって、水が、これは水路ですか？それもこう交錯してですね、もう、これ以上ですね、行っても、道が極まってしまうと思っていたところにですね、柳が暗いというのはですね、もう、冬に比べて春になってですね、日差しが強くなって、葉っぱが出てきて、そして影をなしていると。柳は早く芽吹きますから、影をなしているというのが柳暗くです。花赤きところというのは、まあ花がいっぱい咲いてるんですね。赤く咲いてる。そういうところに、さらに一つの村があった。ああ、よかった。通じてましたということですね。というところのですね、このですね、柳暗く花赤きところにという部分が、桜木と青柳というのが出てきますね。多分、このですね、肉のうちの4字、この4字が、お手本にされたんだろうと私は推測します。それを当たってるかどうかは知りませんけどね。まあ、当時のですね、漢詩漢文、多くの人が知識を持っていました。この詩なんか非常に有名。陸遊の詩では一番有名な詩なので、多分ここから来たんでしょうね。というご指摘をさせてもらいました。最後までご視聴ありがとうございました。